シング・ウィズ・ジョイは日本の競争馬である。2015年のフローラ・ステークス、ターコイズ・ステークスの勝ち馬。2016年のエリザベス・ジョーハイでは2着だった。しかし2017年のアメリカジョッキー・クラブ・カップのレース中に転倒し、骨折、予後不良となった。場名の由来は楽しそうに歌う。デビュー戦はペガサス・ボスの2着に敗れるも、次の未勝利戦で、 初勝利を飾る。初のオープン戦となるノジキクステイクスでダノンメジャーの2着に入る。重賞3戦目となるフローラステイクスで重賞初勝利を挙げる。クラシックでは結果を出せなかったが初のコバ戦となるターコイズステイクスで11番人気の低評価を覆して勝利を収める。このレースは2着に16番人気ダンスアミーが3着に15番 人気を2が入り、3連、単295万円の大波乱となった。年明け初戦は、中山品馬ステークスで始動安状には新たに、岩田厚成を迎えた。レースでは、5番手につけるも、15着に沈んだ。7ヶ月の休養を挟み出走した、府中品馬ステークスでは、田辺博信が起乗した。レースでは先行したが、 直線でかわされクイーンズリングの7着だった。次戦は GI エリザベス女王杯に12番人気で出走。クリストフルメールが起乗した。レースは4番手あたりで進め、最後の直線で早く抜け出しそのまま粘るも後方から追い込んできたクイーンズリングに首ささし切られ2着。それでも12番人気ながら検討した。5歳になったシングウィズジョイは、 1>, 1月のアメリカジョッキークラブカップに出走。単勝オッズ4番人気に支持された。レースは先行せず中段あたりで進めた。最終コーナーではバグンが詰まり、体勢を崩すも安城のルメールが立て直した。しかし直線に入りすぐ、シングウィズジョイは前の馬に接触して、転倒、競争を中止した。そしてルメールは放り出されるように落馬した。 ルメールは、肺部打撲、陰頭部座症と診断されたが、命に別状はなかった。しかしシング・ウィズ・ジョイは、左上腕骨骨折で、予後不良と診断され、安楽死処分となった。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。